なんて言えばいいかな、その、女性が目の前に来ても、女性としての魅力を僕、ほぼ感じないんですよ。で、その、いやいや、美人が来たら普通魅力的に感じるでしょとか言うんですけど、例えば、血が繋がってる異性といる人、まあ、姉とか妹のいる人ね、まあ、女性だったら、弟とか兄に、その、性的魅力を一切感じないんですよ。で、じゃあ、その自分が母親に性的魅力を感じますかって言うと一切感じないんですよ。で、その、じゃあなぜ感じないかっていうと、性的か、その魅力を感じないっていう回路を理性で作ってるからなんですよ。まあ、うちの姉がめちゃくちゃブサイクだからっていう、まあ、理由はあるかもしれないですけど、まあ、それは置いといて。なので、兄弟とか姉妹がいる人はわかるんですけど、その、性的魅力を異性に対して感じないっていう機能は大体の人は持ってるんですよ。まあ、たまにその機能が持ってなくて、娘に手を出す頭のおかしな父親みたいなのが裁判になったりしますけど、まあ置いといて。で、まあ、一部頭のおかしな人っていうのはいるんですけど、感じる人おるよ。まあ一部頭のおかしな人はいるんですけど、基本そこのスイッチって、ある程度の理性のある人ってついてるんですよ。なので、僕その、どちらかというと、どんなに綺麗な人が来ても、その、姉とか妹として接しちゃうんですよね。要はその性的対象として見れなくて、だから、ああ、そうなんすか、ああ、そうっすね、ああっていう感じ、なんだろうな。だから、ああ、美人なんすね、そうっすねっていうので、別に何かその性的な関係になろうという気すらないっていう感じです。はい。